七草とは、様々な観点で挙げられた、七種類の野草、野菜である。数ある七草の中で、春の七草については、七種の野草、野菜が入った粥の朝に食べる風習が残っている。しかし、元々の七草は、秋の七草を指し、正,正月1月15日のものは、七種と書く。この七種も、七草と読み、 一般には7日正月のものを七草と書く。現在では、元々の意味は失われ、風習だけが形式として残った。これらのことから、人実の風習と正正月の風習が混ざり、1月7日に七草がゆが食べられるようになったと考えられる。春の七種とは、以下の七種類の植物である。春の七種七草が、ゆ子の七種の野菜を刻んで入れたかよを 七草が湯といい、邪気を払い万病を除く占いとして食べる。呪術的な意味ばかりでなく、おせち料理で疲れた夜休め、野菜が乏しい冬場に不足しがちな栄養素を補うという意味も有する。七草は、前日の夜にまな板に乗せて、林歌を歌いながら、包丁で叩き、当日の朝に粥に入れる。林唄は、鳥居歌に由来しており、 これは七種がゆの行事と、豊作を祈る行事が結びついたものと考えられている。歌の歌詞は、七草なな等度の鳥が、日本の土地に、渡らぬ先に、合わせて、バタクサバタクサなど地域により多少の違いが見られる。七草の行事は、この日の遊びとも呼ばれ、正月最初のこの日に野原に出て、若菜を摘む風習があった。枕の草子にも、 7日の若菜を人の6日に持て騒ぎ、とある。覚え方と呼べるような語呂合わせは知られていないが、上記の通りに並べると57兆になる。古代より、日本では、年初に、雪の間から芽を出した草を摘む、若菜つまみという風習があり、これが、七草の原点とされる。また、陸朝時代の中国の、ケイソ時期に、人実である旧暦1月7日に、 七種最高という七種類の野菜を入れた厚物を食べて無病を祈る習慣が記載されており、四季物語には七種のミクサジュムルこと人実最高を忘れれば一切の病感を逃げるると去る試し降る気分にはべるとかやとある。このことから今日行われている七草がの風習は中国の七種最高が日本において日本文化、日本の食性と集合した結果、 生じたと考えられている。日本では古くから七草を食す習慣が行われていたものの、特に古代において七草の詳細については記録によって違いが大きい。演技式には餅が湯という名称で七種状が登場し、粥に入れていたのは、米、族、きびひえみのごま小豆の七種の穀物で、これとは別に一般官人には 米に小豆を入れただけのお粥が振る舞われていた。この餅粥は毎年1月15日に行われ、これを食すれば邪気を払えると考えられていた。なお、餅粥の由来については不明な点が多いものの、おのの宮年中行事には公認問答式にすでに記載されていたと記され、歌天皇は自らが官票年間に 民間の風習を取り入れて宮中に導入したと記している。この風習は土佐日記、枕の草子にも登場する。その後、旧暦の正月に採れる野菜を入れるようになったが、その種類は諸説あり、また地方によっても異なっていた。現在の七種は1362年頃に書かれた川海升のセリ、ナズナ、ミユキ、ハクベラ、ツザスズナ、 鈴代、これぞ七種が、初見とされる。これらは、水田雑草ないし畑に出現するものばかりであり、今日における七種類の定義は、日本の米作文化が遠となっている。江戸時代頃には、武家や庶民にも定着し、幕府では公式行事として、将軍以下すべての武士が七種が湯を食べる儀礼を、行っていた。伊勢神宮の歓月会に備えられた秋の七草。 秋の七草は、以下の七種の野草のことである。山上奥良が読んだ以下の二種の歌が、その由来とされている。朝顔の花が何を指すかについては、朝顔、むくげ、気郷、昼顔など諸説あるが、気郷とする説が最も有力である。春の七種と違い、秋の七草に直接何かをする行事は、特にない。秋の野の花が咲き乱れる野原を、花のといい、 花野を散策して、短歌や俳句を読むことが古来より行われていた。秋の七草はそれを摘んだり食べたりするものではなく、干渉するためのものであり、ゆえに、秋の七草がよというものも存在しない。なお、それぞれの草花には、以下の薬効成分がある。昔の七草とは、蒸気の春の七種や秋の七草と異なることを指す。夏の七草には、 カキの他にもいくつかが知られている。1、昭和初期に、果樹実ネオが読んだ和歌、涼しさは吉しいもだか羊草蜂すカは骨詐欺草の、花による夏の七草。2.1945年6月20日、日本学術振興会学術部、野生植物活用研究省委員会が、戦時中の食糧難の実説にも食べられる植物として、以下の7種類を、 夏の七草に選定した。さらに、戦後の1946年9月10日に、雑誌と同じ内容のパンフレットが出版された。3. 自然写真家の亀田隆吉の著書、写真でわかる雑草の呼び名辞典にある夏の七草。これに梅草も含まれるが前述にあるため割愛。冬の七草については、諸説あって、明確なものはないが、 例として、以下のものがある。七種類の海藻を取り合わせたもので、地域によって、取り合わせは異なる。汁物や粥にして食べることが多い。戸橋、国崎町の七草叩たたきという、六種類の海藻と青菜を刻んで、神棚や漁船に備える、新年の伝統行事が有名である。本来は草冠に、スメラで、ミノと読む。七種中、 唯一の野生植物であり、七種状の水尾後にその実名すら不詳となった。小野蘭さん、大月文彦、金沢昭三郎らはこれを当時、ミノベーと呼ばれていた植物に、これを当てはめたが、牧野富太郎は当時、ミノベーと呼ばれている植物が、食用にならない事実を指摘して、七種のミノベーと別種であるとして、代わりに、ムツオレグサを七種の ミノベーに否定して、これまでミノベーと呼ばれていた植物に数の小草の和名を与えた。AB 三浦01小箱ベと緑箱ベの比較生態学的研究京都大学2019年9月23日閲覧 AB 種から山温室植物園30緑箱ベ2019年9月23日閲覧 NPO 法人自然観察大学、子供と一緒に見つける草花散歩図鑑、長岡書店、2019年、21ページ。秋の七草この写真漢方薬に見えるインタレストニュースクリップ HP、2017年3月31日、閲覧。明かりの里たより平成22年10月号夏の七草から、 みんなの知識ちょっと便利帳2021年11月26日、閲覧。夏の七草量を求めて買い手にいわいドッ c o m 2 0 1 7年3月31日、閲覧。夏の七草があると聞いたのだが、どのようなものか。国立国会図書館。2014年1月13日、閲覧。木村1987。 P77 木村2012ピアニッシモ8486日本学術振興会学術部野生植物活用研究小委員会新鮮夏の七草手法第447巻第8号日本学術振興会1945年6月20日木村2012 ピアニッシュも、86、88本だ、1946知らなきゃ損する。運が、2倍になる当時の7種から2017年4月1日、閲覧。鳥羽海の七草がゆ振る舞い会の博物館、来館者に、三重伊勢新聞、2020年11月10日閲覧。ありがとうございます。